さてじゃあミッション6道警行ってみましょう。あら研究所だ。昔の18年前ハスマリー広告研究所。ヒーローどこに隠れたんだろう。あら隠れ物ですか。こんなに探しても見つからないなんて、もしかして外に行ったとか。この頃のさアーロンの喋り方めちゃくちゃ可愛くない。こんなに探しても見つからないなんて。はずれ。15分経ったから出てきたよ。また俺の勝ち。次までになんで考えたか、なんで負けたか考えといてください。なんで考えたか、せっかくの本田選手が台無しだ。ルークとのかくれんぼは負ける気しないな。この研究所広いんだもん、隠れる場所がいっぱいありすぎ。いったな。じゃあ次は俺が鬼やるから隠れてみなよ。いいよ、絶対に見つからないから。いいや、俺は絶対見つけるよ。なんたってヒーローだもん。どこがいいかな。あ、あの棚の中だったら絶対に見つからないぞ。あ、笑い顔かわいいね。でも切なくなるな見てて。いや、一緒。あれ、どこ行ったんだろう。もう15分経つかな。ようやくヒーローに勝てる。ここでもないし。よし、飛び出して驚かすぞ。あれ、開かない。嘘、なんで開かない。ヒーロー、ねえヒーロー、ここだよ。え、怖っ。ヒーロー、もう部屋を出てっちゃったんだ。どうしよう。しばらく後、研究所棚の中。なんか、だんだん息苦しくなってきた。え、今何時なんだろう。助けてヒーロー。てやっと見つけた。ヒーローまあなんてとこに隠れてるんだ。もう夜だよ。ごめん出られなくなって。外からも開かなかったの。何か引っかかってたみたいで、だから壊しちゃった。ヒーロー、手から血が出てる。あら、こんなのすぐ治るよ。ルーク、俺の心配してる場合。ダン博士、カンカンだよ。座り込んでないで、謝りに行かなきゃ。ほら、手。うん、血まみれなんじゃないんかい。ヒーロー、ありがとう。見つけるって約束したしさ。やっぱルークの負けだね。じゃない、ヒーローは最強。あの棚壊したことお父さんに言っちゃおうかな。それはないだろう。いや、棚壊したことはちゃんと自分で言いなね。いや可愛らしい。なんか本当に今の2人と逆の立場ってほどでもないけど、なんかちょっと関係性はね若干違うよね、やっぱりね。まあそのルークは記憶がねいろいろあって年月経っちゃったし、でアーロンはアーロンで本当にいろいろあったわけで、まあ育つ上でだいぶ性格変わったからしょうがないんだろうけど、いや面白いな。さて
じゃあ次は、エピソード7ですね。あ、これ何て読んだっけ、一縷の光、一筋の光、いってみましょう。エース本社潜入後、ブロッサム第五小学校避難所。ゴンゾー、大変だよ、この新聞見て。あ、出た。オフィスなでしこ摘発。そこって確かコマのおっちゃんたちのアジトだよな。モクマ、私はなんだか嫌な予感がするよ。ゴンゾー様、私たちも気になります。私気になります。評価よし、拙者が少し様子を見に。あ、ダメだゴンゾー、まだ怪我が治ってないんだから。ゴンゾー、しかし我らの恩人の危機だ。皆の衆、今はルーク殿たちを信じて待つほかない。小杖様、今の我らは異端の衆、妙な動きをすればいらぬ混乱を起こす。さすれば暇を持て余している者はおらぬか。わしがルーレットを教えてやるぞ。あ、ルーレット教じゃん。スペシャルスイーツ激山王子イーヤン。出た。みんなのためにいっぱい作ってきたからどんどん食べてね。でもちょっときついな、マイカの人たちにその甘さは。ユリ、黒岩さんのお菓子を配るのを手伝って。マイカの人たち喜んでくれるといいね。あら、ユリちゃん、よかったね。さすれば、ああして我らを助けてくれているブロッサムの民にも迷惑がかかろう。ユリちゃんはあれだよね、あの前、モクマさんが飛行機で助けた子だ。それは確かに。だどもルーク様たちは大丈夫じゃろうか。うん、おたぬ、去り際にルーク殿らは三日倉島を混乱に陥れている元凶ディスカードなる悪党を倒すと言っておった。風ガともつながってたね。わしは彼らがきっとやり遂げると信じておる。きっと遠くない日にわしらが真に力を貸すべき局面が訪れるであろう。その時こそ第四を返そうぞ。わしらの心を、絆を守ってくれた恩を。小杖様、その機械人形は、霊流の中から見つかったらしい。四季殿の形見じゃ。皆の衆、我らは今できることに全力で取り組もう。承知しました。では私たちは引き続きブロッサムの方々と力を合わせ皆様のお世話を。私はこのおしゃべりで誰でも彼でも元気づけちゃおうね。私は里の再建に向けブロッサムの建築を学ぼうと思います。そんじゃあ俺は蹴りごまで遊んでよっと。一人だけ娯楽。これコテツ。あら、おっとっと、ごめんな坊や。こちらこそすまぬ。いいえいいえ、子供が元気なら未来は明るいってね。ああ。坊や、それコマなのかい？そうだよ、父ちゃんが作ってくれたんだ。ん？そのコマ、本当はゴンゾー様がお作りになったって話じゃなかったべか？こら、おたぬ。だからだよ、父ちゃんみたいなもんじゃん。あら、あらららら。ルーク殿、我らの絆は一層強まっておる。
そらく新たな絆も増えてゆくであろう。すべてそなたらのおかげです。ご無事を心より祈っておりますぞ。いや、ゴンゾーも良かったね、本当にね。で、後々やれたもんね。なでしこさん、警視総監の横にいるわけですから、ゴンゾーは。すごいよね。さて、いや、こうやって、人々の祈りもあって、成功したんだね。最後のミッションが。さて、ミッション8、エターナルダイヤ、行ってみましょう。永遠のダイヤ？大祭神楽前日、三神楽島劇場街。ですね、街がダイヤモンドのように輝いています。ノボルさん、あなたの襟のリアルダイヤモンドも光り輝いていますよ。マイカさんの原石をブロッサムの職人が削った至極の結晶、まさにあなたにふさわしい一品です。はい、ブロッサムとマイカは実はずっとつながっていたのかもしれませんね。いいこと言うね。のぼるさんはそのように考えるのですね。英語やね。あら、なんだか向こうが騒がしいような。何、野良怪獣でもいるの？ざわざわ言ってるけど。おうおう、住処を失った支配者気取りのネズミが。うわ、最悪。おとなしく都会のゴミでも漁っとるわ。あ、最悪。ママ、マイカの人が柄の悪い人たちに囲まれています。最悪だね。ブロッサムとマイカは長い間冷戦状態でした。表面上では和解に向かっていても、ああしたことはおそらく続くのでしょうね。まあ、完全になくなるのは難しいよね。そんな。それはいつの時代もそうなのよね。おい、なんとか言ってみろ。うわ、手出した今。うわ、最悪。いけない。のぼるさん、のぼるくん、やめてください。あ、なんだてめえ。いや、お前こそなんだ、今いなかっただろ。相手に卑怯です。あなたたちの行いは紳士ではありません。このガキ偉いな。でも危ないよ。生意気な、やっちまえ。マジかよこいつら、イカれてんのか。やめろ、その子は関係ないだろう。子供相手に複数人の大人がやっちまえって、マジか。嘘。あ、のぼるさん、ここにジュエルがいれば。いいえ、私がいるではないの。殴るなら私を殴りなさい。母さん。ママ、来ないで。よし、通報した。お店入って、男の人呼んでこよう。し、おい、セラからねえとめんどくせえことになりそうだぞ。待て、このガキいいもん持ってるぞ。ほら、エリンとこ。ダメです、これはブロッサムとマイカの友情の結晶。お、ノボルさん、おい、どこまでゲスなんだこいつら。次第としてもらっとくぜ。じゃあな。あ、子供すら立ち上がってるのに周りの大人は何もしないんか。ノボルさん、坊主、大丈夫か。巻き込んでしまってすまない。何のです。僕は紳士ですから。ですから誤解しないでください。ブロッサムの人は
ああいう人たちばかりじゃないです。マイカの人と仲良くなりたい人もたくさんいます。もうめちゃくちゃいい子じゃない。分かっているとも。マイカにだっていい人もいれば悪い人もいる。そうだね。全ての人と分かり合うのは難しい。時間もかかるかもしれない。でもきっといつかは手をつなげます。そうだな。坊主はなんて立派なんだ。うちの子にも見習わせたい。ママごめんなさい、リアルダイヤモンド取られちゃいました。良いのですよ、ダイヤなんか。汚れていても宝石をつけていなくても、あなたの輝きはリアル中のリアル。ダイヤなどノボルさんに比べればチリアクタです。そうだね。ママ、あー、ママ。すごいバカっぽいのにめちゃくちゃ泣ける。結局ダイヤモンドなのか。ブロッサムの町には楽しい親子がいるのだな。そうだね。じゃあ俺もクレイジーダイヤモンド。てててれてでてれてててれて。おら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 。いやー。ドラ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 。いやなんて素敵な。いいね。いや、のぼるくんとそのお母さん、最初出てきたとき、めちゃくちゃ、なんか、かませ犬的な感じのキャラクターだったのに、めちゃくちゃいい人たちなんだよな、実は。いや、ほんとに素敵な子だね。のぼるくんは将来、あれかな？地域のなんか、あれかな？県知事的な、なんのかな？いや、絶対あいつは大物になるぜ。さて、それでは、エピソード9、科学者の矛盾、行ってみましょうか。エターナルダイヤってあれだったんですね。のぼるくんのことだったんですね。いや本当にいい子だね、マジで。で、世の中にはクズがいるんだ本当に。18年前、ハスマリー広告研究所研究室。研究研究だな。ルーク、今日は大事な話がある。アタン博士。あー、てかさ、みんな今思えばだけどさ、ダン博士のさ眉毛見てよ、そっくりじゃん。ねえ、今気づいたけどさ、眉毛の形アーロンとそっくりじゃん。うわ、これ伏線だったのか。少し難しいかもしれないが、聞いてくれるか。うん。父さんは脳の研究をしている。今までお前にはそう伝えてきた。正確なことを教えよう。父さんは脳に感情を送り込む研究をしている。感情？そう、慈愛や共感をだ。難しいかな。うん。人間の脳に優しさの元を送って喧嘩する気をなくさせるというと分かりやすいか。うん。父さんたちは争いが好きな人たちの感情をなんとかコントロールしたいんだ。それはいいことなの？ルークはいいことだと思わない？確かに喧嘩は嫌だけど、仲が良くても喧嘩はするし。ではルークは戦争は好きかい？うん、嫌い。このハスマリーを見てごらん。内戦続きで毎日多くの子供が死んでいる。ルーク、お前と同じ、いや、お前より小さい子供が何人もだ。うん。父さんたちはこの現状を早急に変えたい。武器を持つ人間すべての脳に慈愛や共感の感情を送り込めば戦争はなくなる。みんなが手を取り合う世界になるんだ。
よくわからない。そうか、そうだよな。ねえお父さん、なんで今そんな話をしたの？父さんたちが進めている研究は当然争いを好む人間にとっては不都合なんだ。だって彼らは戦争が好きだ。戦争のための武器を売る人たちも同様だ。そんな人たちがこの研究所を狙っている。え？心配するな、そう簡単にここは見つからない。だが万が一ということがある。お前にはちゃんと話をしておきたかったんだ。もし父さんたちの研究が悪い使われ方をされたとして、お前はそれを止められる唯一の人間だろうから。どうして？ルーク、まず父さんは謝らなければならない。この研究が始まった頃、私たちは誤ってお前に研究中の音波を浴びせてしまった。その結果お前は脳に損傷を負ってしまったんだ。覚えてるかい？うん。すぐに昏睡状態に陥ってしまったからな。あ、だから音波に耐性があったのか。お前は手術によって奇跡的に昏睡状態から回復した。その副作用としてお前の脳に感情制御作用に対する特異な免疫ができたんだ。やっぱりね。難しいよな。つまり簡単に言うと、父さんたちの研究は世界中でお前にだけは効かない。だから。ルーク、いる？外で遊ぼうよ。あ、ヒーローだ。行ってもいい？お父さん。あ、急に元気になったね。ああ、行っておいで。こっちだよルーク。待ってよヒーロー。私たちは戦争のない世界を望んでいる。だが争いを好む者たちも皆かつては無垢な子供だったんだ。あの子たちのように人の脳を犯すことは、私たちの研究は本当に正しいのだろうか。いや、今さらそんなことは考えまい。私たちは進まねばならないんだ。子供たちの明るい未来のためにも。なるほど、ここで聞いていたからルークはアーロンはなんとなく自分がってのは分かってたんだね。なるほど。さて、じゃあ最後、紡いだ絆エピソード10、せめて声を言ってみましょう。いつの話だろう。あー、なるほど。泉が亡くなる前年、三日倉病院個室。おはよう。もう朝よ。昨日はぐっすり眠れたみたいね。よう、泉。何をしているんだい？あなたこそどうしたの？まだ仕事中じゃ。ああ、どうしてもこれを君に見せたくてね。この図面、もしかして海中博物館の？うん、通称ボンドミュージアム。マイカとブロッサムの歴史的な展示物をずらりと揃えた博物館だ。子供にも楽しんでもらえるようアトラクション的なものもたくさん用意するよ。素敵だわ。そしてここがルーム0604ね。何それ？そう、大切なあの子の部屋だ。可愛い
星型のランプをいくつも飾ろうと思ってるんだ。どうかな。何ルーム0604って。大切なって言ってるがスイちゃんか。きっととても気に入ってくれると思う。いつかブロッサムのみんなだけでなくマイカの人々もこのミュージアムを訪れてくれる日が来るだろう。あれかな、さあこのすごく悲しい話だけど、フーガが手にかけたお兄ちゃんのお部屋なのかな。みんなが手を取り合うその光景をあの子に見てほしい。誰よりも近くで。私も同じ思いよ。でも少しだけ心配なの。ん？仲良く笑い合う人たちのもと、あの子の心が安らぐよう願っているけれど、もし自分だけが一人きりだと思ってしまったらかわいそうで。泉、だから私今のうちにと思って自分の声を録音してみていたのよ。ああ、じゃあスイちゃんのことだね。あの子がずっと寂しくないように。いやもうそれ自分のさ、なんかそのなんていうのかな、四季を悟ってるみたいな感じじゃん。データいっぱいに録音するから、あの子の部屋に流れるようにしてくれる？もちろんだよ、泉。そんなに悲しい顔をしないで。私の声があの子に届くと思うと嬉しいの。さ、あなたもどうぞ。おや、私も録音していいのかい？当然だわ、お父さん。じゃ、録音ボタンを押すわね。お昼の言葉をかけてあげて。うん、そうだな。坊や、もうお昼だよ。今日のランチはオムライスとカレーライスとガパオライスだ。ルドビゴ、それでは成人病まっしぐらよ。ちょっと待って、ルドビゴっていうの？あと坊やって言ってた、やっぱお兄ちゃんのことか。待って、ルドビゴが衝撃すぎるな。ちょっと待って。すまない、緊張して。ルドビゴ・アッカルドっていうの、もしかして。もうあなたも糖質は控えめにしてね。スイに伝えて見張ってもらわなきゃ。じゃあもう一度どうぞ。坊や、もうお昼だよ。父さんと一緒にヘルシーメニューを選ぼう。豆腐ステーキとこんにゃく麺だ。あら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 。泉、大丈夫か？すぐに看護師を。大丈夫よ、ちょっと喉に引っかかっただけ。くれぐれも無理はしないでくれ。録音作業も今日はもうやめておこう。あと少しだけ。泉、お願い、声が出るうちにあの子のために。じゃああと15分にしよう。その後はすぐに休むんだよ。いいね。ありがとう坊や。おやつの時間ね。あなたは何が好きかしら。父さんのおすすめはスイートポテトかな。母さんのスイートポテトは世界一なんだよ。あれはスイも大好きで。ああ、なるほど、やっぱりそうだね。
あれ弟だったんだっけか。ちょっとごめん、詳細が今どっちか、男の子兄弟だったっていうのだけは覚えてるんだけど、亡くなってしまったスイちゃんの本当はいたであろう兄弟に向けたものだったんだろうね今のは。ルーム0604って言ってた。さてということで、紡いだ絆すべて見ることができました。あーなるほどな。いやーもうなんと言っていいのか、本当にこうアッカルド家、スイちゃんとか泉さんとかアッカルドさん、ルドビゴとかの本当にその辺のなんか取り巻く環境とかお話は本当になんか胸が苦しくなるね。ということで、これにて、サイドエピソード紡いだ絆見ることができました。ということで、次回はブロッサムの絆見ていこうかなと思います。いや残すところ少なくなってきました。ただどうしてもこのもう一つの道へってのがなんでこの一個しか通されてないのかっていうのがちょっと引っかかるので、この辺もねかなり楽しみです。ということでぜひとも皆さんお楽しみに。面白かったらチャンネル登録、コメントや高評価、ツイッターやインスタグラムもフォローお願いいたします。フォローって言ってまあフォローお願いいたします。また次回もお会いしましょう。バイバイ。